ジャガーさん、ワニに食われてしまう。いやお前が負けるんかい。しっかり飼ってて草。何が起こってるか最後見るまでわからなかったわ。ジャガーって可愛いな。かわよ。熊のプーさんに出てきそう。金丸マプリプリですよ。ワインチのデブ猫そっくりで草。顔がでかくて首が太くて足が短くてちょっとずんぐりむっくりな感じしてるな。ワイアン。なんやこいつ。ただのでかい猫やん。これは世界で最も美しい猫と言われるスペインオオヤマネコやね。かわよ。ワニって結構どんくさいんだよな。信号間に合わんかったワイアン。かわよ。これ好き。満員電車で流されるわい。元人気チンパンジーだったパン君の末路。悲しすぎる。志村呼んでこい。野生に帰ったか。人間のエゴの犠牲者や。アンチオツ、今でも箸でうどん食うぞ。チンパンは大人になると凶暴になるからな。これだけじゃわからんて。チンパンって日本やと可愛いお猿さんってイメージ持っとるの多いけど、じゃあ草は動物界随一やからな。どうなってんだよこれ。急にボス戦始まるのやめろ。5倍くらいでかかった。こっぱ。巣になっとるやん。人飲み込みそう。子供くらいなら丸飲みできるやろこれ。これ死を覚悟するやつやん。声出ちゃった。全員ビビってて出しできなくなってるな。一瞬で締め殺されそう。マジででかすぎてビビったわ。母 VS 海岸仕立てで世界に興味津々なハムエケチェン。どこの世界も母は大変だ。ベビハムは遊びたいんだね。お母さんの必死さ。ハイハイマン追っかけ回してる私かと思った。寝る時間よ、一人でお外出ちゃいけません。ダメ、そっちはダメよ、危ないんだから。なんて聞こえてきそう。お、テリー伊藤みたいで可愛いやん。うちの一犬に模様がめっちゃそっくりでくさ。かわよもっと腹でー。見てー。わざわざ尻尾を巻いてる。何がこんなにもさせたんだ。目が回ってそう。こんなチョロ Q あるな。ベイブレードじゃないの。なお容姿に保護された模様。かわよ。喋り出しそうな顔してんな。めっちゃ綺麗やな。イケメンごねえ。賢そうな顔してるな。寝て起きたらこうなってたんやろな。地に帰るモルモットたちが想像以上に早くて笑ってしまう。うちの子こんなに俊敏じゃない。プオン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 。相変わらずモルカー。車間距離ならぬモル間距離が皆さん規則正しくて偉いですね。リアルモルカーでくさ。流しそうめんのハムバンのよう。なんか嬉しそうだな。なんかいい方向に話がまとまったんだわ。ちゃんと右手で握手してるもんな。外交大臣に任命だな。走る狐、落ち葉の音などご堪能ください。有料配信してくれないかな。冬であったかそう。モフ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 というよりムッチムチ。混ざりたい。狐の可愛さが世の中にもっともっともっと広まりますように。これ、ずっと眺めていたいわ。一緒に駆け回りたい。モフモフ天国。かわいい。冬はモサモサしてるのか、可愛さ倍増だな。鳴き声がむちゃくちゃ可愛いな。可愛いのゴンゲか。かわよ。でかくならないなら飼いたい。ミニブタがおるやん。ミニブタって大人になったら100キロとかやで。わえ？全然ミニじゃないやん。ええやん、食べ応えあって。何かの儀式。寒いのかな？モルタワー。これはおしくらまんじゅう。生贄かもしれん、真ん中。真ん中に隠れているのはキャベツか？それなら食事会ですな。なんだこの可愛いの集合体は、悶絶。真ん中が教祖様かな。思ったより儀式だった。今からキャベツ召喚の儀を開始する。ハムもダメにするクッション。なんて幸せそうな面しやがる。この足がたまらん。こいつらどんな姿勢でも餌食うから可愛いよな。和むな。短すぎる1時間くらい見てたいぞ。ハムちゃんが幸せそうで何より。かわいい、かわいすぎて悶絶する。これがあの有名なハムをダメにするソファか。お。豚が温まる動画がかわいい。こういうのかと思った。とんかつ食べたいね。ブーちゃんかわいいんごねー。飲む直前にすでに滑ってるよね。かわいそう。プールの中のを飲んだらいいのに。新鮮が良かったんだよ。
蛇みたいな根っこ見つかるー。怖い。FF4 におったわ、こんな敵が。蛇犬。かわいい。じゃ、蛇猫。おもろすぎ。毛の生えてない蛇は苦手だけど、この蛇はかわいい。奇跡的な一枚。狐と狸がおみき2号を飲んで寝てしまう。酒盛り楽しかったねー。タイトル、ゴリゴリ。タイトルが秀逸。お後がよろしいようで。タヌキとキツネいつの間に実写化されていたんだ。うまい。そしてかわいい。おいしそうな匂いしたんかな。童話みたいな話。かわいすぎる。仲良しだな。嘘だと言ってよ。ふい。強い。軟体類が人類の主義の覇者だと昔テレビで見たわ。瓶の蓋も開けられるし、こいつが次世代取るで。イカタコは平気で人間襲うから怖いわ。猫、タコゲット。うわぁ。タコの反撃？前が見えない。猫はタコ食べちゃダメなんやで。走り方の癖が強い。金ちゃん走り。この子は個性があるね。横走りかわいい。なぜそんな走り方？ドリフト走行。笑い袋じゃん。あひゃひゃひゃ。楽しそう。動物って笑うんだ。こんな懐き方するのか。めっちゃ懐いてるやんかわよ。いろいろと衝撃的な動画やな。かわいいよな、犬と猫足して2で割った感じ。でも野生のは生き残っつあるし、犬みたいに長い歴史で交配されてないから飼うのは難しいんだろうな。めっちゃ笑ってて草。想像より7割増しで笑ってたわ。こんなに懐くもんなんか。初めて見たよ、ドブネズミの水泳なんて。かわいい。潜水できることに驚き。やるときはやる種族。魚並み、ラットさんはお風呂むちゃ嫌がるけど野生は強。とっ捕まえたくなるのはなぜだろう。エイリアンっぽい。進化してる。かなりの超スピード。笑うわこんなん。ずっと見てられる。上のハムちゃん大変だ。これは見事な回し車職人。もっと早く、早くしてくれ、任せろ。お手伝いしてる。共同作業。これをいっぱい集めてアニマル発電所を作りたい。外に出たすぎる荒ぶりの毛玉。両手を使って出たいアピールかわいすぎ。出せ、出せ、出せ。北斗百裂拳で草。早口で、はい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 、はい。はぁ、かわいすぎるだろう。くっそなんだこのかわいい生き物は。姫路駅前に狐が住み着く。馴染みすぎ。油揚げを差し上げろ。駅のフォックス。ふふってなった。捕まえてよく洗ってから布団にぶち込んで一緒に寝るとすごく暖かいよ。狐に見える柴犬。リスとかも増えたらいいのにな。公園とかにいたら癒されると思う。タヌキはそこら辺走り回ってるけど、野生のキツネなんか見たことない。キツネは見たことないな。野生のキツネは一回だけ遭遇したことあるな。河川敷に横っといて互いにしばらく見つめ合ってしまった。中国だからこんなのを想像してたが。これ一度食べたい。タコを蹴散らないでいいじゃん。中国で広まったらタコ絶滅するじゃん。大阪だったら小さいタコ1匹から1000個くらいタコ焼き作りそう。また間違った食文化が浸透してしまうのか。タコ、ガチのマジでヤバすぎる。想像以上にヤバかった。あんな風に泳ぐんだ。カメレオンとかいうザコ。これどうやって進んでるの？ロートって呼ばれる部分から水を吹き出してジェットみたいにして進んでる。泳ぎ方が生物として完成されてる感ある。蛇の第五の移動手法、投げ縄式が発見される。投げ縄か？ぐるぐる回って飛ぶのかと思った。絡まりそう。山師の木登りやないか。なんだと、これマジですげえな。器用不器用な奴がいるみたく、すべての蛇がやるわけじゃないんだろうな。手足がないのが不便だと思ってたが、ここまで動けるなら逆に手足いらないな。めちゃくちゃ完成された生物で美しい。さ、よう気づいたな。これ満喫してて草。愛嬌あるよな。ヒョウ柄の方がレア度高いんやな。それな。性別も気になる。毛はわ。はい。強そう。猫もどきやろ。正体表したね。能力者やろこいつ。こん。それはキツネなんだよな。化けて出てほしい。かわいい。ワイより賢い。デブヤン。こういうコロコロした柴犬好きだわ、とても飼いたい。お散歩行こう。
川よ。チューチュートレイン。草。あかんやつやん。ディズニーのキャラにいそう。川よ。黙って座ったら凛々しいから。そこがエンジンの真上かな？何匹いるんだ？これだけいるんだから一匹ぐらいお持ち帰りしても。何がぬこ凶をこうさせるかしかし虎猫だらけで目の保養になるわー。車はマーチかな？ふふ。怪我したりしなくてよかったね。前もバンパーだったかどこかにしがみついてなかったか？あったあった、軽くホラーな映像だった。よく生きてたな、どこにしがみついていたんだ。基本しがみついてる生き物だけどな。ちょっと郊外走ると、コアラ横断注意の看板あったりするよ、あとカンガルーも。怖かったろうな。なんだろう、バックプザフューチャーの毒を彷彿とさせるコアラだな。元いたコアラ世界に嫌気がさして新天地に移動しようと思ってたのかもな。いじめられてると思ったんか。優しい。くっそかわいい。わいより賢そう。尻尾フリフリですけどね。一緒に遊んでほしそう。助けるっていうか遊んでるから混ざりに来たって感じちゃう。簡単に引き剥がされとるし。そんな軽く持ち上げられるサイズの犬ちゃうやろ。審判さすがやな。おとなしく運ばれてて偉い。でかい犬って基本的に飼い主を守ろうとするよな。これは中堅。大型犬をライオンとして展示。久々にくっそ笑った。中国じゃ普通だろ。にゃーにゃーライオンがいたらむしろみたい。ライオンは猫かやで猫じゃらしは聞くぞ。騙せると思っちゃうところがすごい。ペキニーズをライオンカットする飼い主は多い。チャウチャウのライオンカットはマジでビビった。チベタン、マスティフってめちゃ高い値段の犬だよな。チベタン、マスティフって中国で1000万円以上するよな。馬をしましまにペイントしてシマウマとかいろいろやってそうだな。黒い柵越しに白い馬を見せて、シマウマ。入浴中のカピバラが見せた美脚がこちら。何やだかわいい。茹で上がってんじゃねえか。おっさんやんけ。なごんだわ。ほのぼのニュースだな。笑うと免疫力が高まるらしいからな。まんべんなく使って温まろうという意気込みを感じるわ。だが後ろ足はどうにもならないのか。サメをビーチで襲いながら蛇の交尾を見てる犬を撮ろうとしたら映り込んできた主張の激しいカピバラの画像です。カピバラが写真撮るよ。まとなこと言ってカメラ目線になってるみたい。語彙力。情報量が多すぎ。カオスすぎる。忙しい。どんどん情報が増えていく。情報量が多い自然。フォーカスポイントありすぎ。主役級の素材が揃いすぎてて画面上がカオスになっている。画面がすっげーうるさい。視点がブレるわ。迷子の猫、駐在所に勤務することになり大人気、飼い主が現れるまで。お給料は日給制カリカリ現物払いで、ボーナスにチュールもつけてにゃ。飼い主が現れるまで、もうここの子になっちゃえよ。こんな駐在所なら毎日行きたい。思ったより凛々しかった。顔がキリッとしてて強そうでいいね。ネズミを取り締まるのかな？人気いっぱいお仕事頑張って。帽子に合っとるな。この顔、絶対よからぬこと企んでるじゃん。駐在もそうだし駅長もそう。猫ってなんであんなに専用帽子が似合うんだろう。かぶってもらうと凛々しくなるから不思議。イッヌ、パパ帰ってきたぜ。テレビ消して宿題せい。賢い犬。イッヌ利口すぎやん。宿題の進捗でサボってたのバレそう。勉強しなきゃ。じゃなくて勉強してるふりせい。の崩壊。幼女とイッヌの組み合わせ好き。最初イッヌもだらけてて可愛い。海に落ちたイッヌ、とんでもない方法で帰還。ワイラより賢い。賢い犬。優しい世界。映画みたいだ。かわよすぎる。野生のイルカは本当に助けてくれることもあれば面白がって沈めてくる場合もあるらしい。イルカが優しすぎるやろ。グーカワ。ミケヤン。あくびからすぐ丸くなるのほんとグカワや。ねんねしとったんか。居心地良さそう。外は寒いからね、仕方ないね。どうやって入るんよ。猫すやすやで草。暖かいんやろな。